はい、今回はですね、中国のアリエキスプレスで買った、ラジオと、MP3 プレイヤー、さらに Bluetooth もある、機器の紹介ですね。箱がこれなんですけど、ロルトンというところの製品ですね。ここですね、ロルトン。アリエキスプレスで、ラジオと検索して、価格順で安い順とかやると、1000円あたりから上でちょろちょろっと出てくるブランドなんですけど、ロルトンというところですね。はい。ここのラジオです。中身がこれなんですけどね。ここの色は、他にも色々あって、青もあるのかな。青とか紫とか、青と言ってもこれ水色ですね。水色、紫、オレンジ。で、あとこういう緑があるので、私はこの緑色にしたんですけども、こういうラジオですね。はい。箱がこれで、で、中身ですね。値段をちょっと先に申し上げとくと、送料込みで、1300円前後ですね。私が買ったのは送料が、別にかかるやつで、合計1300円ぐらいなんですけど、送料無料のやつで選んでも、大体1300円ぐらいなんで、送料がかかった場合は、商品価格が安くなると。いうことですね。合計金額が一緒なんで、物は一緒なんですけども、大体1300円ぐらいで買えます。はい。これですね。はい。で、中身がですね、こういうスライド式の箱になってまして、はい。で、パカッとこうかな。こういう感じで開けると、中身も出してるんですけど、これが入ってたんですけどね。で、あと、それと、充電用の USB ですね。マイクロ USB です。ミニではないですね。マイクロ USB の、ケーブルが1本ですね。で、それから、ストラップが1つついてるんですが、このストラップですね。ちょっと見たところ、なんかちょっと質が高そうに見えますね。ちょっと幅も広いですし、こういうとこについてくるストラップというのは非常にこう安いやつがついてくるんですけど、結構しっかりしてるような感じがしますね。はい。これストラップ一つと、それからこれですね、説明書なんですが、説明書はこれ、ざっと見てみたんですけど、中国語オンリーですね。日本語はないですし、英語もなさそうですね。ちょっと見てもらうと、はい。こうですね。漢字なんで、わからないこともないんですけど、裏も全部中国語ですね。はい。裏も、全部中国語ということで、日本語および英語はないですね。その説明書が一つと。はい。で、あとですね、謎の合格証なんですけど、中国の製品買うとこういう合格証がついてることあるんですが、結局この紙に判子をしてるようで、実はその判子は単なる印刷だというですね、あんまり意味のない、結局紙放り込んでるだろうみたいな、合格証なんですけど、これですね、この判子はこれ後からちゃんと押されてますね。そして日付も入ってます。2019ですね。ちょっとかすれてますけど、2019の12月の10日ということで、2週間ぐらい前になるのかな。この撮影してる時からすると2週間ぐらい前になるので、ちゃんとチェックはしてるのかな。
これ後から押されてるハンコです。ここにちょっとかすれもあるんですけど、あの最初から印刷されてるやつはではないです。ちゃんと押されてますね。合格証が一つで、あとですね、なんかこういうちっちゃい紙が入ってますね。まあ、ステッカーというか、まあこれはあれですね、曲のなんとかジャンルというかカテゴリーのシールですね。まあこれを、まあどっかに貼るんでしょうけど、まあ表に貼るとあれですか、裏のこのあたりかなに貼るようなシールが一つついてます。はい、まあ、中身は以上かな。中身はこんな感じですね。はい、まあ、しっかりしたストラップ。でそれから、充電用の USB、マイクロ USB ケーブル。でそれから、まあ、この、ステッカーと合格証と、まあ、中文の、説明書という感じですね。はい。で、まあ、ざっと使ってみた、見ての、まあ、状況で今撮ってるんですけど、なかなかこの見た目の仕上げはいいですね。まあ1300円ぐらいの商品なんで、まあ極端に安い、まあ600円500円前後の商品ではないので、まあ一番下のレベルではないのでないんですけど、まあかといって2000円を超えるようなものでもないというところで、なかなか仕上げがいいですね。ちょっと伝わるかどうかわからないですけど、なかなか仕上げはいい感じです。はい、まあ、裏はここに型式がですね、ロルトンの E500 ですかね。こっちには書いてないのかな、まあ、裏には多分書いてるんでしょうけど、ロルトンの E500 というので、まあ、ロルトンのラジオは、MP3 プレイヤーとかは他にもあるんですけど、まあ、一番下のモデルではないですね。はい。まあ、3W ということで、ここに新線、まあ、名電鍵ですかね。有限講師というので、まあ、ロルトンということですね。はい。まあ、表面、ここの表面はですね、ちょっとこう、この光沢があるので映ってると思いますけど、まあ、ちょっと指紋はつくんですけど、まあ、悪い感じではないです。はい、この辺りはね、ちょっとこの継ぎ目が甘い感じはしますけど、まあまあそれほど問題にならないかなと思います。で前のボタンはついてるんですけど、まあ、これもゴムのボタンですね。ゴムのボタンで、まあ、押し込むと最後までいくとカチッという感じなんで、タクタイルスイッチではないと思います。ちょっとまた別の押した感じがするんで、前面にボタンがあって、ね、ここが電源ですね。はい、にスピーカーがあって、まあこれを見ると、まあ左と右と、あと真ん中にこの低音用のスピーカーがあるということになってるんで、まあ、ちょっとうっすら見えると思いますけどね。低音用に左右という形になってます。で、まあ、上から見るとこういう感じかな。ここに、まあ、MP3 プレイヤーになるので、ここですね。ここに、TF カードですね。マイクロ SD カードが刺さるようになってます。まあ、これは別売ですけど、端子面を手前にして、刺す感じですね。で、MP3 を入れたカードを、まあ、ここに刺しますと。はい。押し込むとカチッといって固定されますね。はい。に隣にあるボタンが、ここなんですけど、これライトのボタンですね。ここの横のところの真ん中に LED ライトがあるんですけど、これを押すと、はい、こういう形で、ライトがつきます。まあだから、懐中電灯としても、まあ使えるという感じですね。これですね。はい。これはまあ明るさ特に変えられないみたいなんで、まあここのボタンを押すと消えると。今一回押すとつくと。
で、もう一回押すと消えるというので、はい。それだけかな。長押ししても何もならないみたいですね。まあ単純にオンオフですね。はい。で、まあ明るさは、それほど大きい明るさにはならないんですが、まあただその停電の時に、まあこれを持って部屋の中をこう照らして歩くぐらいにはまあ十分使えるので、まあ非常の時にはいいかもしれないですね。で、あとまあこのラジオ自体の大きさが、このまあ私の手と比べると、まあちょうどこう握り込める大きさになるので、まあラジオをこう持った時のまあ親指のところにちょうどこのライトがありますから、まあこれをこう握ったまま、まあ動かすことも、まあ動くこともできますね。で、ここにあるのが、角っこにあるのが、まあこれダイヤルですね。これはボリュームです。チューニングには使わないので、ボリューム専用のダイヤルになりますね。こっちで言うと、ここかな。音量のダイヤルということで、音量だけです。はい。で、下にある黒いのが、これヘッドホン端子かな。ヘッドホン端子で LED ライトに、その下にあるのが、充電用の、マイクロ USB 端子ですね。まあ、マイクロ USB を、まあ、こういう形で、挿すと、まあ、充電できますというの、まあ、ここかな。こう挿すと、まあ、ここランプが赤く光るんですけど、ここで充電中ですね。はい。まあ、この間も、まあ、ライトをつけることはできますけど、充電中の時には、まあ、もうこれ充電完了しちゃってるんですが、まあ、赤いランプがさっきついてたかな。これつくかな。まあ、もう充電ちょっとしちゃってるんで、まあ、ここにも一応出て、あ、今つきましたね。これ充電中です。こういうマークが出ます。今止まると充電完了みたいですけどね。はい。ここにメインの電源ボタンが赤いのがあるんですが、まあ、これ電源入れなくてもライトはつきますので、まあ、枕元に置いとくと何かあった時に、これを明かりとしてそのまま使うことも可能ですね。はい。でですね、じゃあ電池はこれどこにあるのかということなんですが、これ電池はもう内蔵されてしまってるみたいですね。その取り出し口的なものがないので、まあ、電池は、まあ、交換できないようになってるんでしょうね。まあ、無理やり自己責任でここドライバーでこじ開けてやると、まあ、多分何らかの方法では交換できるんでしょうけど、まあ、この電池のケースがあったりとかはしないですね。で、ここがストラップ端子かな。さっきのストラップはここにつけるんでしょうけどね。穴がちょっとここ開いてますんで。で、まあ、ラジオでもあるので、このアンテナがついてます。FM だけです。AM とか短波は聞けないので、FM だけですね。まあ、よくあるタイプですね。FM ラジオと、MP3 プレイヤーという組み合わせですね。で、ここで止まってるんで、後ろへ引きながら伸ばすというので、伸びますが、まあ、それほど長くは伸びないですね。まあ、こっから、これぐらいですね。それほど長くは伸びないので、まあ、測ってみるとどれぐらいかな。先端から終わりまで、ここですね。だ25センチぐらい。しか伸びないです。まあ、ここからこう持っていくと、まあ、これぐらいですね。はい。というアンテナがついてます。じゃあちょっと電源を入れてみますか。電源はここですね。ここにボタンがあるんで、まあ、端押しでつきます。